まさかのファイヤーが現れた。怖いな。めっちゃ感電しそう。ご視聴の皆さん、いらっしゃいませ。海夏です。ポケットモンスターレッツゴー EV、 青色系ポケモン縛りで目指せチャンピオン。海夏、お、買ってきたのか。グリーンに追いついた。俺もグリーンバッジ手に入れた。これでポケモンリーグに行ける。四天王はものすごく強いって聞いた。でも行くしかないよな。海夏はどのくらいの覚悟なんだ。育てたポケモンで見せてくれ。え、ここでバトル。まさかのグリーンに勝ってノリに乗っているって感じか。エアスラッシュ、そんなに当たらないね。こちらは弱点をついていくぞ。あー、倒せんかったか。そう、2発も食らったか。あー、ひるんだ。なんだと回復しやがった。あら、あとちょっとだと思って違う技使ったの。冷凍ビーム素直に打っとけばよかった。また回復かよ。砂かけここに来て命中下げられると。当たるか。やっと一体。さあ、次誰だ。ラフレシアか。ではこちらはフリーザーで。こいつも体力高いかな。高いねやはり一撃では落とせないか。よし、こいつは難なく撃破だね。次ライチュウか。ではこちらはニドクイーンがお相手しよう。叩きつける。こちらはさっき覚えたばっかりの地震。いいねやったね。さあ、ラストはなんだ。お、シャワーズ上がった。ガラガラか。ではこちらは相性のいいシャワーズに交代。さあ、一発で落とせるかな。お、いいね、倒せた。なかなか強敵でした、ね、ここまで育てても勝てないのか。俺は海夏のこと引っ張ってやらなきゃって小さい時から思ってた。でもトレーナーの才能は海夏の方がずっとあると思う。悔しいって気持ち初めてなんだ。それだけポケモンが楽しいってことかな。
どうしてもまだ負けを認めたくないんだ。バカみたいだけど、ここは先に行かせてくれ。熱いね。それではポケモントレーナーの頂点、ポケモンリーグの方に行きましょう。正面ゲートね、まあ、とりあえずね、覗くだけ覗こうかね。まだ行ってないとことかも実はあったりするから。こっから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。おお、それは確かにグレーバッチ。どうぞ通ってください。グレーバッチだけ順番に見られていく感じか。ブルーバッジを持っただけが進む。なるほど。順番に確認するのね、これね。あー、ラストかな。こっから先はグリーンバッジを持った者だけが進む。はい。ポケモンリーグが君を待っている。行きましょう。チャンピオンロード。ああ、そうか。ここ通んなきゃいけないのね。ああ、忘れてたわ、こういうの。はい、行きましょう。チャンピオンロードの途中に発見しましたね。伝説のポケモン2代目、ファイヤー。行きましょう。お近い。あんなに近づかれたらめっちゃ熱そうだけど。ファイヤーが現れた。そしてね、ちょっとフリーザー抜いてラプラスに変えました。ちょっとね、フリーザーの能力がね、使いづらくてね。向こうの声聞いたいね。一応水があるから弱点にはなってないんだけど。 OK。 さあ、あとは捕まえるだけ。頑張って捕まえよう。お、一発で吐いてくれた。よかった。あ、そしてあれだね。サンダーはストーリー上寄らない発電所行かなきゃいけないんだよね。そういえばね。この後、行ってこようかな。チャンピオン、ロード進む前にね。ようやくゴールですね。さあ、チャンピオンロードを抜けて、到着かな？何もないね。行こう。お、イベントが。イブが反応している。イブと一緒にポケモンリーグを見上げた。行くよ、頑張ろう、頼んだよ。うん、一番上かな。イブさん出さないからね。行くよ。一緒に行きましょう。石英高原。ポケモンリーグ。おっす、未来のチャンピオン。ポケモンリーグしてんのは4人続けて勝負するルールだ。負けたら1人目からやり直しになるぞ。これが最後だ。頑張れよ。じゃあ、あの先進んだら、だね。準備しましょう。
ファイヤーのところでも、言ったんですが、ここね、ストーリー上来ないので見逃してましたけど、ここに伝説のポケモン最後の一体のサンダーがいるので、まずはそっちやってから、リーグの方に挑もうかと思います。では行きましょう。無人発電所。さあ、それではね、サンダーさん行きましょう。おーおーおー、激しい。怖いなー。めっちゃ感電しそう。さあ、こちらは二度クイーンで挑むぞ。イワナダレ当たるか。命中率100以外はあんまり信用できないんだけど。ああ、弱点聞いてもあれか。こっちのが不利か。耐えれるよね。オッケー。で、次ちょっと回復しよう。これで回復して2発耐えれるようにして、これで終わりだ。当たればオッケー。あとは捕まえるだけ。ここ頑張ろう。やっと捕まえた。何個投げたんだ。20個以上投げたぞ。辛かった。よく逃げん、あ、こいつ逃げないのかな。もう30個近く投げてようやく捕まえた。これで伝説ポケモン3体揃いましたね。さあ、これで、ポケモンリーグ挑めますね。ポケモンリーグ行きましょう。帰ろ。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。